銀座目は銀座目目銀座目下に属する魚類。銀部下とも呼ばれる。太平洋北西部。ロシア、日本近海からフィリピンボルネオ島近海にかけて。ニューカレドニアでも記録がある。俗名キメラはギリシア神話に登場する怪物、キマイラに由来し、独特の姿形から名付けられたものである。種名ファンタズマは幽霊、幻影といった意味。英語では、 ラットフィッシュ、ラビットフィッシュなどの名称もあるがこれらは銀座メルイ全般に対して用いられる名称であり、本種のみに言及する場合はシルバーキメラの名称を用いることが望ましい。全長1.1メートル。体色は銀白色。サメやエイなどのサイ類と異なる点はエラーナを1体しか持たないことである。大きな胸びれを持ち。 海底付近を上下に羽ばたくようにして遊泳する。背びれ前縁に一本の毒性のある棘を持つ。刺されると痛むが、人に対する毒性は弱い。歯は融合し、硬いものをすりつぶすのに適している。餌は、底性の貝や、甲殻類である。卵性。オスの頭部には、針状の突起があり、交尾時にメスを押さえつけるのに用いられる。漁業による根核により、 生息数が減少していると考えられている。情報不足。底引き網などにかかることがあり、九州地方では、銀部下の名前でスーパーなどに並び、不可の湯引きといった料理に使われるほか、かまぼこや練り製品の材料になる。低地網や差し網などで生きたまま漁獲されることもあるため、2019年2月15日に、長崎ペンギン水族館で2匹の展示など、 稀に水族館に展示されることもある。しかし、長期飼育は難しく鴨川シーワールドの例では2006年に鴨川沖の低地網で採集した個体を315日間飼育したものが最長記録である。また同館では2019年2月8日に捉えた銀座目の展示を2019年3月から開始している。背びれにある棘は大きく毒を持つので取り扱いには 注意を要する。ありがとうございます。